テリアルの坂部五郎です。よろしくお願いします。カムイエンターテイメントの日浦義郎です。よろしくお願いします。今日ちょっとなんかもうすでに、はい、そうですね、違うと思うんですよね、画質が、うん、画質がね、画質が全然違うと思うんですよね。もうカメラが違いますからね、うん、今までは別に生配信やってないのになぜかノートブックのカメラでやってたんですよね。でよくよく考えたら画質あんまり良くないなって話で、ちょっともうカメラ生配信用、はい、カメラ変えまして、はい、ちゃんとしたカメラで、やらせていただくとなりました、はいはい。で今ちょうどこのバックでかかってる音楽なんですけども、これがですね、嫌われ者のあなたへっていう歌なんですけども、はい、この歌が、シスター K さんでね、はい、1回目の時もちょっと出ていただいたんですけど、うん、僕 の第1作目の太陽のドロップキックの主題歌と企画をした、はい、彼女が歌ってる歌なんですけど、うん、これねよく聞いていただくと分かっていただけるんですけど、これ嫌われ者のあなたとあなたって誰かっていうと、はい、まあ、実はコロナウイルス、新型コロナウイルスのことなんですよね。要するに、よくよく考えたらそうなんですよ。新型コロナウイルスって別に自分が何か悪さしてあげようと思って生まれてきたんじゃないんですよね。ですよね、うん、何かがあって、まあまあその人為的に作られたのかどうかともかくとして、うん、生まれた時に彼は何か悪意を持って生まれてきたわけじゃないんですよね。じゃなくて、まあ、ただ彼の存在自体がちょっと僕たちにとってはあまりよろしくないっていう、うん、そういう話なんだけど、でも彼自身は悪くないと。だからその存在に対してちょっと見方を変えてあげると、なんか気づかせてくれたり、大切なものに気づかせてもらったりとか、そういうことになってるんじゃないかなっていうことで、まあ、そんなコロナウイルスにもありがとうっていう、すごいこう何ですかね、優しい歌。今ちょうどほら世の中が差別だなんだとか区別がなんだとかいろんなこと言ってる時代なんですけど、あえてその愛を歌うというか、そういう優しい歌なんですよね。まあ、いろんなこと気づかせてくれてありがとうねっていうことですよね。そういうことですね。まあ、ね、すごい犠牲はあったけど、うん、まあ、確かに僕らでもね、気づかせてもらうことって多々ある。そうです。でも確かに気づいたことは多々ありますからね。はい。うん、変にこうパンパンってこうやらなくてもいいじゃんっていう、そういう話なんですよね。うん、まあ、いらないですけど。そうそうそう、いらないもんだけど。うん、でもやっぱりそういうものがあったから僕らもいろいろ新しいことを考えるきっかけになったっていう、ね、そう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 、うん、まあ、多分何百年っていうスタンスの中で考えたら、うん、きっとこのポイントってすごい大きな転換点になってた、うん、なってることになってると思うんですよね。まあ、だからそういう意味で言うと、ここで何か気づけるのか気づけないのかってすごい大きなポイントになる、ね、なることだと思うんで、うん、まあ、この歌ってだからちょっと見方を変えたら、うん、違う世界が見えるということをまた教えてくれる歌だったりとかするので、うん、ちょっと今回からエンディングでね、使わせていただきたいなと思ってますので、うん、はい、ありがたい、ぜひ、皆さん聴いていただいて、はい、なんか本人リリースするつもりらしいんで、あ、また歌が出たらぜひ、購入してあげてください。お願いします。はい、ということなんですけども、はい、はい、一つ私の方から報告を、はい、させていただきたいことがありまして、はい、何かと言いますと、まあ、これなんですけど、はい、はい、まあ、クラウドファンディングでね、うん、長崎の正福寺というお寺に、はい、まあ、坂本龍馬がいろは丸事件談判で、まあ、行ったというお寺なんですけども、そのお寺に、坂本龍馬の像を、銅像を、建立しよう、奉納しようというプロジェクトで、今、クラウドファンディングをやらせてもらってたんですけども、なんとクラウドファンディング、スタートから、3週間でこちらに書いてある目標金額ですね、はい、50万円だったんですけども、こちらの50万円に関しては3週間ちょうどですね、達成させていただきました。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、で、まあ、達成はしたんですけれども、本来これの目的というのは何かというと、実はいろは丸事件談判があったその、場所、のお寺、はい、でしかもその北条の間っていうところが、うん、実はね、ちょうどこの今梅雨じゃないですか、はい、でこの雨季の間にすごいことになってるんですよ、雨漏り、うん、で本当にいつ崩れ落ちてもおかしくないみたいな、もうひどい状況になってるので、うん、ね、あれをなんとかしたいなと、うんうんうん、でなんとかするにもやっぱお金いるんですけど、はい、そのなんですか、その、今実はお寺自体も文化財登録をされてて、国の重要文化財になってるんですけど、はい、その北条の間は文化財から外れてるんですよ。うん、でお寺自体が文化財なのに、お寺自体というよりお寺のに建ってる建物、
この建物、この建物、この建物って4基だけなんですよ。ああ、別々な感じなんですね。そう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 。で、もう一個、もう一個、北条の間がある建物は文化財になってないんです。うん、ああ、なるほど。なってないんです。あ、そういうことか。そういうことなんです。はははは。で、まあ、一応その重要文化財になってるやつは国からの補助なりなんなりで、あの9割ぐらい出してもらえて、残り1割。はいはいはい、で残り1割でも、うん、お寺が実はね檀家さん30軒ぐらいしかないんで、自分ところの自力ではとてもそのお金払えないんで、はいはい、いろんな人からの協力金なりなんなりで、うん、あと5500万それでも足りないんですよ。5500万全然足りない。で実はそういうことを知ってもらう意味でもこのモニュメントを建てましょうという、はいはい、そういう、なるほど、まずはね、そうなんですよ、うん、ムーブメントなんで、はい、まあ一応この台座を建てるお金は集まったので、はいはい、もうすみません、その勢いでそのまま、お寺の修復費用にそこから出た分に関しては当てさせてもらうので、うん、はい、まだまだ全然足りないので、そうですよね、ぜひぜひうん、お願いしたいなと。まあ、一応これ、すでに最初の時点で、この台座の費用より出た分に関しては、うん、全てお寺の修復金に当てさせていただきますっていうふうには言ってあるやつなんで、はい、まあ、この後そのまま継続して、うん、7月22日まで、うん、クラウドファンディング続けさせていただきたいと思いますんで、はい、で特に僕がお願いしたいなと思っているのはお金の大きさじゃないんですよね。リターン一応3000円5000円1万円ってあるんですけど、うん、全然3000円でいいんです。今実は70人ぐらいの方に、うん、支援をしていただいていることになってるんですけども、あと130人オンして200人ぐらいにしたい、はい、要はよりたくさんの人でこの、龍馬の銅像を、うん、聖福寺に奉納しようというプロジェクトにしたいなと思ってますんで、ぜひですね、金額とかそんなんじゃございませんので、うん、ぜひこのプロジェクトに、参加していただける同志の方をたくさん募りたいと思ってますんで、うん、よろしくお願いしますっていうことなんですね。これはその、はい、いつこの立つ感じなんですか。11月です。あ、11月。11月です、はい、今のところまだちょっと確定はしないですけど、はい、11月の15日ぐらいにしたいなと思ってます、うん、あ、完成記念みたいな。そうですそうです、除幕式をね、はいはい、その日にやりたいなと思ってるんですけど、まだ確定ではないので、うん、また確定したらお知らせしたいと思うんですけど、うん、坂本龍馬が生まれて、うん、そして亡くなった日が実は11月15日なんで、うん、はいはいはい、なんとカムイエンターテインメントの設立記念日で、うん、なんとチームマテリアルの設立記念日でもある。そうなん、これ本当びっくりしましたね。びっくりしましたね、はい、全然そんな打ち合わせ何もしないですよ。会社建ててんで、そうなんですか、設立記念日が11月15日でね、みたいな。ほんまにコントみたいな話なんですけど、はい、まあ、その日にそうですね、できれば除幕式をやりたいなと思っております。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということなんですが、はい、今日ですね、はい、映画コーナー、はい、なんですけども、いつもはここで、じゃあ高橋さんって言って お呼びしてるんですけど、そうですね、今日残念ながら体調不良でお休みです。今日お休みで、はいはい、まあ、ちょっとね、うん、この時期ですから、変にね、そうですね、頑張りすぎて、はい、もっと大変なことになってはいけないので、はいはい、今日はお休みしていただいてます。でまた次の、はい、出てもらいます、ね、はい、また次お待ちしてます。なんか今日ね、はい、本当は言いたかった作品があるらしいんですよ。あ、でそれまた次回、はい、じっくりお話ししていただけるらしいので、はい、それをお待ちしてますので、ゆっくり休んで来てくださいね。絶対見てますからね。絶対あの人チェックしてます。じゃあ高橋さんの代わりと言ってはなんですけども、あ、そうですね、はいはいはい、もう、うちの、まあ、マテリアルに、うん、新人が入ってもらいました。はい、ほんで、まあ、新人に、あ、うん、まあ、この際ついでなので、まあ、ついでって言ったら申し訳ないですけど、ランチをちょっとやってまして、それのことについてちょっと説明してもらおうかな。はい、じゃあ、ね、はい、あゆさん、はーい、あゆさん、あゆさんでーす。はい、あゆさんこと堀本あゆみでーす。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ランチ、はい、説明していいですか。おー、してください、はい、今11時から14時の間の時間帯で、うん、月曜日から金曜日まで、はい、インスタランチっていうのをやってるんですよ。インスタランチ、はい、はい、インスタランチです、はい、何がインスタなんですか。インスタグラムじゃないんですよ。だいたいわかるじゃん。はい、ですね、はい、インスタントなん
です、はい、全部インスタントのメニューでセットになって、なるほど、ここにあるね、はいはい、インスタントのメニュー全てインスタントで、全てインスタントで、はい、はい、もうお湯を注いでって感じですね、はい、500円からなんで、はい、すごい格安で、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、これで500円は高くないですかね。いやー、これと焼きおにぎり2つと、うん、お、2つも作るの。そうです、でドリンクです。あ、それは安いね。500円、めちゃめちゃ安い。お漬物もついてます。お漬物までついてる、はい、お漬物までついてますよ。マジっすか、キュウリのキュウちゃん、うん、いやいや、まあ言わない商品名、はい、それで500円なんで、うん、普通にコンビニでお弁当買ったりとかするより全然安い。それ絶対安いですよ ね、 ね、ですよね。で、ここ涼しいですし、はい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 、ね、快適に過ごせます。なるほど、はい、そうなんですね、はい、それだけじゃないんですよ、うん、あ、そうです、そうです。メニュー何種類、5種類ぐらい、5種類あるんで、うーん、はい、うん、お好み焼きとかもありますし、オフライスとかもありますし、それも全部インスタントなんです、ね、はい、なるほど、あ、それはなかなか、ね、いい感じですね。セットでね、僕500円で、はい、ラーメンと焼きのおにぎり2つと、うん、でドリンク1杯で500円でしょ、うん、で焼きおにぎり3つと味噌汁とドリンクで500円なんですよ。おお、はい、あとねエビドリア と、スープとカップスープか、カップスープとドリンクで600円。おお、でオムライスとカップスープとドリンクで700円。おお、お好み焼きと味噌汁かお好み焼きとドリンクで800円。おお、お、いいじゃないですか、一応それだけ用意してる。へえー、あ、なかなか充実してますね。そうですね、まあ、全部ちょっと試食はしたんですけど、うん、うまいんですよ、ね、僕も料理人、はい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 、結構味にはうるさいんですけど、おうおう、あのインスタントでやったらもう絶対出す気はなかったんですけど、はいはいはい、食ったらうまかったこれいけるやん、ね、最近のね冷凍食品とかがね、うん、結構ね、そうなんです、全然品質上がってるんでね。そう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 、はいはいはい、そうなんですか。それでもう、まあせっかくなんでランチにしてみようか。いや、それはなかなかちょっと期待大ですね。そうなんです、この辺とかね、すごいあのサラリーマンの方っていうのも、ね、オフィス多いですしね、はい、まあ、多分まだね、はい、知られてないんで、はい、うん、あれなんですけど、まあ、女性の方たまに来てはるんで、うーん、うん、いや、ものすごくいいと思いますよ、はい、あのしかもねここ本当にゆったりしてね、そうです、あのできますし、あの前にも言いましたけど、この椅子めっちゃいいんですよこの椅子めっちゃいいんですよ、あの硬い椅子じゃないんで、あのネットの椅子なんて、あのすごくいいので、ね、のんびりゆったりとできると思う、はいはい、でしかもクーラー効いてて涼しいし、はい、あ、まあリラックスしていただける空間じゃないかなと思います、はい、なるほど、はい、じゃあランチタイムはぜひね、はい、はい、ここで あゆさんに会いに来てください、はい、ブックカフェもやってますので、はい、よかったら、はいはい、5時まで営業してますんで会いに来てください。はい、もうちょっと顔前出した方がいいんじゃないですか、なんか会いに来てください、はいありがとうございます。はい、じゃあどうもありがとうございました。さよなら。はい、はい、はい、というわけで、まあまあ、なるほどなるほど、やり始めているので、はい、うん、ぜひ足をお運びください。いやいや、本当にこの辺まで来たらね、うん、なんかどっか入ろうかなって悩んだらちょうどいいですよね。はい、もうお気軽に入っていただければ。なるほど。はい、一応まあ、もちろん消毒もしてますし、はい、で、まあクーラーもちろん効いてますし、で、まあ、ちょっと扇風機を置いて、うんうんうん、循環できるようにしているので、素晴らしい素晴らしい、はい、それは大事なことですよね、はい、もうその辺はご心配なく来ていただければと思います。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、でですね、はいはいはい、映画に話に戻ってくるんですけど、あ、そうですね、はい、はい、まあ、今日だからまあ高橋さんがね、はい、ちょっと体調不良で来れないので、はい、まあ、代わりにといっては何なんですか、まあ、全然代わりにはならないですけどね、うん、僕らがね好きな映画、あ、好きな映画、見ていいと思った映画っていうのをちょっと一人ずつ言うてみたいなと思うんですけど、好きな映画は結構まあまあいっぱいあるんで、うん、あれなんですけど、ちょっと最近見たやつで、うん、感動し、いろんな面で感動したっていうかね、うんうん、多分3、4週間前にテレビでやっちゃったんですけど、はいはいはい、今夜ロマンス劇場出るっていう、やってました、綾瀬はるかさん、はい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 、あと坂口さんですね、はい、が出てる主演の映画ですけど、むっちゃ良かったんですよ。あれテレビでやってる、テレビでやってること僕知らずに、うん、でその夜に、うん、まあ、パソコンやってて仕事、まあ、一段落して、うんうん、であれ何を見たのかな、アマゾンプライムだったかな、なんかそれの辺を見た時に、うん、それが出てたんですよ、うん、トップにね、はい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 、あ、こんなんあるんだと思った、ちょっと時間あるし見ようと思ってテレビ放映した後に見たなるほど、なるほど。で、まあ、朝方やったんで、うん、それ見てた時に、まあ、最初はまあ普通にまあ、うん、まあ、あやさん出てはるわずっと見てて、
まあ、だんだんなんかむっちゃ面白いというか、うん、設定がね素晴らしいなと思って、最後のオチがやっぱ途中でやっぱ分かっちゃうんですけど、うん、そうなってほしいってこう願うというか、おなるほど、おえすげえなと思って、この作り方すげえなと思って、おなんかちょっとねベタっちゃベタなんですけど、うんうん、あのすごいなんか面白い、あのこれぜひ見てほしい作品です、僕の今一押しです、まあ、おなるほど、今その、まあ、ネットフリックスいろんなやつ、はい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 、配信してるじゃないですか、はい、でいろんな何本も見てるんですけど、うん、それが今一番印象に見た方がいいよって おすすめできる作品です、なるほど、はい、いや僕ね実はねまだ見てないんですよ、はい、あの映画館でやってる時も、うん、映画館でその何あの予告編とかあるじゃないですか、で見て、あ綾瀬はるかやな、でうわ坂口くん出てんなとか思いながら見てて、これもうどう考えてもお気に入ってるやんって、もう感動もや分かってるやんって思うから、あの嫌いじゃないんですよ、もう見たら絶対ハマるタイプやんけど、あんねあんねなんて言うんやろ、途中半分以上まで、うん、あのいいけど感動すると思わないんですよ、あそうなんだ、最後持っていかれるんです、おお、最後びっくりした、ほんまに、おそれめっちゃ気になるな、うまいことね、枷をね、うまいこと使ってね、うまいこと枷使いよるわと思ってもう全部ずっとコメディータッチなんですよ、はいはいはい、お最後もうスコーンと持っていかれるんで、なるほどそれはちょっと気になりましたね、見ます見ます、見てください、ぜひぜひ見させていただきたい、なんかね、すごいなんかほわーんとした感じになりました、おなるほど、よかったよかった、いやでもそういうのってね大事ですよね、うん、大事ですほんまに、もう一回見たい、もう何回でも見たいな、あーそうなんやそうなんや、ちょっと見ますほんまマジっすかなるほど、これは面白い作り方してるなって、いや2018年ぐらいの作品でしたね、そうですそうです、つい最近ですよ、うん、つい最近です、はい、うん、だから映画館で、うん、その予告編見た時にどうなんやろうと思いながら、ちょうどほらなんか古いというかその時代がね、はい、ちょっと前の時代の話やったりとかするから、はいはい、昭和の話やったりとかするから、あの狙ってきてるなって、なんか設定とかも狙ってるよなとか思ってしまうんで、どうしてもほら作り手でもあるから、はいはいはい、って思ってたんですけど、そない言われたらちょっともうだいぶ見たくなりましたねちょっと見ます、はい、見たらまた僕も言うと思います、はい、ぜひ、はい、あれはもうこれ以上喋ったらネタバレになっちゃう、いやなるほど了解です、もうとりあえず見てほしいです、ね、了解です、はい、見たいと思います、じゃあ僕の方なんですけど、はいはい、僕はねあの誰に聞かれても何、はい、どの映画が好きですかって言われて必ず答えるのが、うん、あのフックっていう映画なんですね、フック、はい、はいはい、あの監督はスティーブン・スピルバーグ で、うん、で 主演がロビン・ウィリアムス、はい、でなんとね、まあ、何の話かというとピーターパン、はい、ピーターパンって言えばね、はい、あの絶対大人にならないっていうのを決めたネバーランドの子供たちのリーダーなわけですよね、はいはい、でこのピーターパンがなんとね大人になっちゃったんですよ、うん、で大人になったピーターパンが自分がピーターパンだってこともすっかり忘れて、大会社の社長になって子供が2人もいる、ネバーランド出ちゃったって出ちゃってるんです、あなるほど、はいはい、であのもうあの大そのアメリカの大会社の社長になってて、で子供も2人、はい、ところが子供2人の大切なあのなんていうかな学芸会とか、はいはいはい、あと大切な野球の試合の時とかに、うん、必ずお父さん行くからって言ってても、お父さん行かずに秘書が代わりにビデオを回してるんですよ、でそれに子供たちはちょっと心を痛めてるんです、うん、である時里帰りでロンドンに帰るんですよ、うん、みんなでロンドンに帰ってきたら、はい、帰ってきたところで子供2人がフック船長にさらわれちゃうんですそのフック船長やってるのは誰と思います、はい、いや誰やろ、これすごいですよ、はい、ダスティン・ホフマン、あ、はあはあ、ダスティン・ホフマンがフック船長なんですよ、はい、で、あのほら、妖精の、はい、おるじゃないですか一緒に飛んでる妖精、はい、あれ何やったっけ、あ飛んでるやつね、飛んでるやつ、はいはい、飛んでるやつって言うのはあれやけどあの妖精ね、はい、あれをねあれ名前忘れたしまった、ねあれっすわ、あのプリティーウーマンの、あージュリア・ロバーツ、あジュリア・ロバーツ、ジュリア・ロバーツ、ジュリア・ロバーツがあの妖精の役なんですよ、へえ、うん、そうなんです、だからロビン・ウィリアムスがあの子供を助けるために、はい、あのネバーランドに、まあ、あのたまたまこう引っ張られて行っちゃうんですね、で行って、でも自分はピーターパンだってことも忘れてるし、うん、ネバーランドもすっかり忘れてるで、そこでネバーランドにいたかつての仲間、はい、一緒に副船長たちと戦ってた子供たち、う
子供たちは全然成長しないんです。子供のまんまなんですよ。そうかそうか。そうで、その子供たちと生活を一緒にしてるうちに、だんだんそうか、イマジネーションを使うんだ、こうやるんだ、ああやるんだってだん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 思い出してきて、ピーターパンに返り咲くんですよね。で、大人のまま、大人のまま、大人のままで、いやもうそれまではメタボ体型で、あの走るたびって言ってたのが、もうすっかり逆三角形に変わるって。で、あのロビン・ウィリアムスがすっごいかっこよくなって、うん、で、うん、ピーター・パンになってフック船長と戦いに行くんですけど、フック船長には勝てるかもしれないんですけど、何が一番やばかったかって、子供たちがパパ嫌いって言うんですよ。ああ、で助け出して、助け出そうとしても、あ、そうか、なるほどね。要はその自分のこと振り向いてくれてないやんって。うんうんうん、で、要は何が起こるかというと、うん、フック船長は子供たちをこう、はいはい、お前たちの好きにしたらいいぞ、何でも食いたいもん食えよって言って、すごい優しくしてくれる。で、ピーターパンは、それまでそのお父さんだったピーターパンは約束全然守らない、僕たちのことを大切に思ってないんじゃないかなと思ってる。で、結局子供たちはピーターパンのもとに帰らなかったりするんですよ。で、これをどうやって取り返すかっていう中で、あのなんていうの、いろいろ本当の戦いが始まっていって、まあまあ最終的には当然ハッピーエンドで終わるんですけどね。でもね、僕ね、あのまあどうハッピーエンドになるか映画見てほしいんですけど、一番最後のシーンが僕ね、あの全部終わったところで、あの実はかつてネバーランドに、あのほらウェンディって言ったでしょ、あのピーターパンと一緒に夜の街を飛びながらネバーランド行って副船長たちと一緒に戦ってた女の子、あれの弟がいるんですよ。でもう弟おじいちゃんになってるんですよ。ウェンディもおばあちゃんになってるんですよ。あ、その頃はネバーランドにいない、いないいない、もう、はい、もうあの普通にロンドンで生活してるから、はいはい、で大人になってピーターパンともう遊べないわって言って、うん、ピーターパン傷つくんだけど、うん、ウェンディの娘が生まれた時に恋をして結婚するために人間になっちゃうんですよ。ここがポイントなんですね。だいぶ言うてるけど、はいはい、だいぶ言うてるけど、で大会社の社長になっちゃってっていう話なんだけど、うん、でそのね弟おるでしょ、うん、弟おじいちゃん、はいはい、でもうなんていうの、おじいちゃんとほら若くなっていくんですよね、頭の中が、うん、であの俺は昔空を飛んでたんだみたいなこと言い出すわけですよ、うん、でみんなはいや嘘ばっかりって、はいはい、って言うてる、言うてて、うん、またおじいちゃんボケてるよとかそういう扱いを受けてるんですよ。受けてんねんけど、ネバーランドでその弟くんにって言ってピーターパンがそのネバーランドの友達からあいつにあいつのビー玉返したってくれって渡されるんですよ。でそれをそのおじいちゃんに入ってって渡してあげたら、あ、僕のビー玉だーって言ってビー玉を持った瞬間にそのビー玉にあの妖精の粉が振りかけられてるから浮かび上がるんですよ。でほら僕飛んだよって言いながらあの ロンドンの空の上に上がっていくっていう、俺それ見た時もう泣きそうになって、あの20歳の学生やったのにうわーって、なんかその何ていうの、子供心を忘れないっていうのがこの映画のテーマなんですよね。だからすっかり子供の気持ちをあの忘れてしまった大人たちに、あなたもかつては子供だったよねっていうのをまあ気づかせてくれる映画なんですけど、はい、あのかなり浜村淳的に喋ってますんでだいぶ喋ってますけどあの見ていただいて十分納得していただける映画だと思いますんで、フック、あのこれねネットフリックスはなかったんですよね。あのレンタルとかではあの普通にあると思うんで、はい、ぜひ。30年前なんですよ。30年前ですね。91、2年かな、僕はね大学の2年生ぐらいやったから、はいはい、大学生の時でしたね。で僕はあまりにも熱くなりすぎて、当時あの行ってた塾で英語を教えてたんですけど、はい、中学生にあの思わず、Never Growing Up って書いてなんて訳すか分かるかお前ら決して大人にならずないぞっていう意味なんだよぞってそういうことをいきなり英語 あの授業中に言い出したっていうのを覚えてます、はい、はい、ほう、じゃあちょっと一回僕も見てみたい。ぜひあのフックはもう、はい、あの大おすすめなので、はいはいはい、
子供心を思い出すために見ていただければいいんじゃないかなと分かりました思います。はい、はい、ということで、はい、時間いっぱいになってきましたんで、はい、もうそろそろ締めになる、なるんですけども、はい、先週というか19日に、はいはい、都府県の大会が解除されて、はいはいね、っていう感じになってるんで、まあ、今まだまだね、油断は禁物なんですけど、でもそんな、まあ、それを油断は禁物ですけども前向きにそうですね、いろいろシスター K さんの歌を聴きながら、あ、いいですね、もう流れてますから、はい、これね、そうですね、はい、ちょっともっともっと前向きにこういろんなことをチャレンジしていきたいなって僕は思ってますので、うん、はい、もう皆さんもね、ぜひぜひもこの機会、いいですよね、いや本当にそう、このほんまに この機会ですよ、いや今何するかなんですよね、うん、だ今何もしなければ何もならないし、そうです、今何かすればなるかもしれないしならないかもしれないけど、でも絶対何かに、つながるものになるとは思うんですよね、そうですね、まあ、今ね何するかっていうところで、支援する人もいますし、はい、自分で走り出す人もいるし、いろんな感じでいいと思うんですけど、僕らも頑張ってやりたいと思います、はい、ということで、はい、では、またもういいですか、はい、なかったっけ、ね、気になってるんですけど髪の毛もつまびてますよそれやそれや俺それが好きなんですよ、そうなんですよ、はい、めっちゃね、あのね、これね、もうほんまにね、やばいんですよ、もうめっちゃ伸びてるんですよ、でこれがね、もう今どうしようかすごい悩んでて、そのほら何を悩んでるんですか、だからコロナが始まった時に、はい、僕いつも行ってる散髪屋あるんですけど、はいはい、散髪屋のおっちゃんがね、うん、もうええ年なんですよ、もう70オーバーなんですよ、はい、で僕がもしコロナ持ってて、うん、行ってね、あ、まあ、感染したらえらいことになるじゃないですか、うん、と思って僕ずっといてへんかったんですよ、今やってはるんですか、やってます、やってます、営業始めてはるんですか、やってはるんですけど、それはちょっとまずいなと思って行ってなくて、うん、でクラウドファンディング始まったでしょ、あ、はいはい、で、あ、もうちょうどクラウドファンディング始まったし、これもう成功するまでこう髪の毛切らないみたいなのやってみようかな、あ、それを原価継ぎ、そう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 、はいはいはい、やってみようかなと思ってたんですよね、はい、思ってたら3週間で達成しちゃったんですよ、あ、はいはいはい、で、まあそれだけじゃなく、まあ、目標200人もあるんでまだまだやろうかなと思うんですけど、うん、まだまだやろうかなと思うねんけど、こうだんだんこうね、もうほんまなんだかんだ言いながらこう目入ってくる、うん、中途半端な長さなんで、こう帽子こうかぶったらここから横からビョン出てくるとか、ね、この違ういらんとこが伸びていきますね、そう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 、くくれるぐらい伸びてくれたらええねんけど、でもくくれるぐらい伸びると今度ね、ものすごい抜け毛が激しくなるとかいろいろあるんですよ、うん、で、まあどうしようかなってすごい今悩んでて、あ、じゃあ聞きますか、お、ね、コメントに入れてもらえますか、あ、いいっすね、切るか切らないかOK、わかりました、皆さんのコメント次第で僕どっちもやります、それあれですね、切るか切らないかですね、はい、そうそうそう、違う、なんか染めろとかそういう風に言っちゃって、いや、基本的にはだって、そういろんなの書かれても全部はできないんね切ると切れへんを両方叶えることできへんから、切るか切れへんか、まあまあいろいろ言うてくれてもいいですけど、こうやから切った方がいいよ、はい、こうやから切らん方がいいよ、はい、なんかそういうのコメントに、ぜひですね、そうですね、書いていただければなと思います、でそれを次間に合うんか来週間に合ったら来週切ってますし、うん、はいはい、とりあえず、あ、そうやね、6月いっぱいコメント募集します、はい、多い方のことで、はいはいはい、1人だけ切った方がいいよってあったらもう切るしかないそうですね、はいはいはい、切りますそれを、はい、ということですね、そうですね、はい、では皆さん、コメントお待ちしております、くんのかなこれコメントはい、ということで、では皆さん、また次回よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、さよなら。